おーって言っとった。着いた着いた。これが北千里駅。すごいすごい。でも駅前はロータリーとかあんまないんやな。どういうこと？あ、上から渡ってもそのまま住宅地に入れるような構造なんか。で、向こう側にパーキングとかも用意してあって、うん。ここはそうね、スペースがないもんね。これで、あ、着いた着いた。阪急北千里。はぁ、無事着きましたね。百均が入っとったり。あんまりゆっくり見る時間はさすがにないな、もう。暗くなってきましたしね。で、これ渡ったら、豪華に駐車場とかいろいろ用意してあって、まあまあまあ、ベッドタウンになっとって、住宅街の皆さんが利用する場所になっとるって感じなんですね。とりあえずこれ登ったら改札に入れるのかな。よし。ここは、オアシスって聞いたことあるぞ。うん。オアシスってどっかで入ったよな。どこだ？河内長野？河内長野の横の三日市町や。あそこに入っとったのがオアシスでしたっけ？うん。多分誰も知らないですよね。あれ再生数3ぐらいしか言ってませんから、あれ。うん。そうそう、撮ってみたはいいけど、あれどこが面白いのかわかりませんでしたからね、私も。オアシス。こっちもやっぱ 2階構造なんや。へぇー。で、くし形ホームになっとるのかな。あ、こっち側にいろいろあるの。あ、こっちにこっちであるんや。あ、こっちに胴体とかがあるんや。あ、そっか、山になっとるでね。ここが登ったところがまた平面になっとるんや。へえ。滋賀県高島市。高島市ってどこや。島ってどこ？ごめん、お隣の県やねん、俺は知らん。高島市ってどこや？高島、あれかな、湖西の方かな、湖北地方の方かな。あっちの方だとあんまり詳しくないですからね。さすがにあの湖東方面、湖南とかね、湖南とか、あっちの方はね、あのとかから彦根とかね、あの辺りにかけてはやっぱりよく行きますけど、あれやっぱあの湖を挟んで向こう側ってのはなかなか行きにくいですからね。さあ、レイリー山崎もあって、オリジンなんかも入ってんだ。一通りいろいろ揃ってんな。でこっちはこっちで、あ、いろいろあるじゃん、すごい。住宅は、あ、こっちにも住宅多いんだな。いっぱいあるわ。ザ・ベッドタウンのところの駅前って感じですね。すごいな。ここからやっぱ梅田の方とか一本できますもんね。イオンなんかもあるんだ。これぐらいの人通りの方がやりやすい。やっぱ海田の中とかはね、撮るの大変ですね。いろいろとちょっと気を使うことも多いですしね。すごいいろいろある。レジェール。レジェール千里マンションさん。すごい。あっとった。レジェールにあっとった。よかった。レジェイドはどこがやってんだろう。まあ、ここら辺でやってるんだ。阪急関連のところなんかね、近鉄不動産とかだね。それぞれにありません。参考不動産は、忘れてる。ね。大体ブランド名が決まってますからね。プレサンスロジェって言ったら、住友さんですよ。住友不動産でしょ。プレサンス。で、野村が、野村ヒルズか、野村四日市ヒルズとかありますよね。で、あとは、でも広いな。こっちの方までずっとあるんだ。で、ここには
カレー屋さんもあるな。これは千葉カレー。へえ。今日はなんかカレー屋さんにされる。あ、これビーフカレー670円。大阪と比べるとだいぶ安くなっとるな。たら。おお、ビーフチキンカツカレーが770円って安いじゃん。ええな。へえ。ああ、でも、ああ、食ってる時間はねえか。しまった。っていうかもう夕飯買っちまってるもんな。ああ、しゃ。やるな。何これ、熊本ラーメンあるんだ。へえ、こんなとこに熊本ラーメンで。しかも安いぞ。半チャーセット800円とか安いじゃないですか。いいなぁ。うわぁ、あるなぁ。いろいろあるなぁ。なんかそのままイオンに繋がってるっていうのが面白いですね。へぇー。この辺りはまた駅前ですからね。来やすいかなとも思いますからね。こっちは5番か。へぇー、本当になんか、細かくいろいろ、なんかあの、前から桑名みたいですよね。例えが全部三重県北西部で申し訳ないんですけど、なんて言ったらいいの、このぐるぐるぐるっと回りながらいろんな建物があって、そこにいろんなそれぞれコンセプトの店が入ってるっていう感じ。これほら、あの前から桑名っぽくないですか。しかも今前からじゃないしね、イオン桑名店か。いやでもやっぱ前からって呼んでるんだよな、そこイオン感少ないし。はあ、すごいな。これはこちらからまた見ても面白そうですね。 FM 千里とかあるんだ。楽しい街じゃないですか。やっぱこういうちょっと外れね、大阪でもちょっとずれたところに来るとちょっと相場も安いですしね。こういうところをまた攻めていくっていうのも面白そうですね。へえ。卸も卸屋で。じゃあ、阪急オアシス。違う、オアシスは違うわ。あそこだ。そう。オアシスは、どっちかの範囲。分かれたぞ。どういう構造なんこれ。上にあるんだな。もう一つ残ったところにあるんだ。滝本。ちょっと大阪梅田。端っこはどんな感じなん。あ、隣にも来てる。あ、隣か。あっちか。メトロの方直通のがおって、こっちが大阪梅田直通のがおるんや。どっちでもいいんですけどね。淡路で乗り換えなんで。早い方のがいいんだろうけど。よ、おう、いますね。って感じの。ターミナルはどこだ？どこだ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 ？おったあ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 った。よっしゃ、一応取れたぞ、ターミナル。よし。光るターミナルですね。こういうパターンもありですね。いやいやいや。ロングシートの形が面白いな。間で割ってあるんや。終わろうか。